皆さんこんにちは。こんにちは。今日は旭町の繊維製品管理士の有段者に来てもらってます。段とかではないですか。そうですね。あの、保持者です。保持者。有段とかではないです。そうだ、もう。はい。旭町といえば、はい、ゴアテックスということでね。はい。唯一作業着メーカーでゴアテックスを使ってるんですかね。他もあるんですか。はい。あの、ありますが。割とまあ、じゃあ力を入れてるメーカーということで。そうですね。はい。もう力を入れさせていただきます。まあ、じゃあゴアについてです。まあ、いわゆるね、ゴアって言えばなんとなくこう、糖質防水みたいなイメージですけど、ちょっと若干深掘りということでしていきたいと思いますので、まずゴアといえばゴアテックスと、はい、ゴアウィンドストッパー、ウィンドストッパーを御社ですか。はい、まあ、それはもともとそれしかないんですか、うん、ゴアテックスと、ね、まあ、衣類に関しては、あのゴア社の中で、うん、あの生地が、まあ、防水と防風で、はい、防水の方がゴアテックス、防風の方がゴアウィンドストッパーになります、はい、ということですね。はい。でゴアテックスのいわゆる、はい、糖質防水のタイプだと、はい、耐水圧が大体、はい、もう3万以上、はい、糖質が1万以上はあると。あります。それはカッパだったり、はい、防寒だったり、はい、カッパと、それカッパ、あ、新作なんですけど、はいはいはい、あのオールウェザージャケットで、はい、あの非常に糖質、うん、あの耐水とも高い商品で、はい、デザインもあの、うん、シンプルでいいですね。はい、タウンユースにも使っていただける、作業着でも、はい、ゴアテックス、いわゆるこれがカッパですね。カッパです。あと防寒もあるんですよね。はい、防寒はこれか。あ、でもこれ外生地とはそのいわゆるゴアの、あの繊維に関しては、はい、同じスペックのものなんですか。そうですね、もう、うん、あのもう同等の耐水糖質ございます。はいはい、はい、3万5000人の1万以上と。そうです。はい、このシンプルでいいですね。これカッパじゃないんですよね。防寒なんですよね。防寒ですね。あの中は入りで、うん、まあ、非常に、はい、あの目つけもあの適度な感じで、うん、あのコートの上とかでも、まあ、冬でも十分対応していただけます。そんなにごつくないですもんね。そうですね、あの軽くて、はい、非常にで、やっぱ止水もちゃんとしててね、はい、粘りもしてて、してます、完全防水とか、はい、これが、いわゆるゴアテックス糖質防水系ですね。はい、でウィンドストッパー2と風を ストップするんですよ。そうですね、あの、うん、こちらの商品なんですけど、はいはい、あの防風なので、はい、あの真冬着ていただいて、うん、あの風を通すことによって、うん、あの体感温度ですね、うん、あのこう下げないことによって、あの防寒対策につながる、はいはい、こういうのなんか結構アウトドアで今ありますよね。そうですね、あの、うん、非常にあの、アパレルメーカーとかもあるんですけど、ね、まあ、非常にあのウィンドストッパー、うん、あの最近人気を博していまして、うん、全然風通さないですか。あのもうやっぱりあの、うん、もうあの非常に通さないですし、うん、やっぱバイクとか乗っていただいても非常に体感していただけるかなと思います、ね。うん、あ、そうなんですね。はい、で裏が綿が入ってるんじゃなくて、はい、そうです、あのフリースというかフリースになってますね、はい、裏になってます。でここがウィンドストッパーになってると。そうです、表地です。ここにゴアを使ってるわけですね。はい、はい、まあ、といろいろねありますけど、はい、あのゴアテックスっていうとね、あのアウトドア系のやつがメインですけど、はいはい、まあ、作業着とアウトドアって何がどう違うんですか。そうですね、やっぱりあの、まあ、弊社はライセンスを持ってるんですけど、うん、まあ、あのワークウェアメーカーとして、うん、あのこの作業服の、うん、あの現場に特化したデザインであったり、うん、機能っていうのを、はいはいはい、あの考えた上で、うん、あの作っているんですね。作っていますので、はいはいはい、確かに働く人に、うん、まあ、寄り添える商品ということが、はいはいはい、まあ、一番大事かなと思っています。で、まあ、一般アパレルだったら街で着る程度だとそんなにスペックっていうか、まあ、なくてもいいけど、はい、作業着なんで、はい、ポケットだったり、そうですね、その細かい部分が作業用な縫製をしてるっていう感じですかね。はい、もうおっしゃる通りですね。うん、ああ、そこが大きな違いと。はい、価格とかどうなんですか。もうやっぱりゴアなので、はい、兄弟ありますんで、うん、まあ、それに負けないぐらいのスペック品質、はい、持ち合わせておりますので、うん、まあね、うん、有名なブランドのなんとかフェイスさんとかね、はい、なんとかピークさんとか、あ、そうですね、ではないんで、でもあの、うん、機能と品質は、まあ、保持しながら、ね、ノーブランドってことで、はい、ちょっと安めな価格設定にできてるかなって感じですか。おっしゃった通りです。あ、スペックはそのまま、はい、デザインはちょいダサで、はい、ちょいダサですか。おしゃれ、まあ、別にそんなことないですよね。これ作業着とは思えないよね、感じでいけますよね。はい、はい、じゃあぜひとも旭町さんのゴアテックス、はい、ぜひ旭町のゴアテックスよろしくお願いします。ゴアテックス侮りません。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日紹介した商品を買うことができます。動画説明欄に URL 貼ってありますんで、そちらから飛んでみてください。もしよかったらチャンネル登録もしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。